兵士を滅ぼした後、意気揚々として鎌倉に凱旋を図ろうとした義経だったが、頼朝は己の許しを得ず、官位を得た義経を決して許さなかった。義経は切々たる願いを幾度となく書状にして申し出たが、頼朝は聞き入れずに、義経を腰越にとどめおいた。会計の陳情を捧ぐといえども、あらぬ残言によって勲功を黙示せらる。義経功をありて誤りなしといえども、ご感激を被るの間、虚しく降類に沈むおり候。鎌倉に入れられざるの間、いたずらに数日を送る。この後にあたりて長く恩願を拝したてまつらず、骨肉同胞の儀すでに虚しきに似たり。悲しいかな。御父義朝殿、ご他界以来片時も安堵の思いに従せず、懐なき命ありといえども、春目を鞭打ち、満々たる大海に身を海底に沈め、甲冑を枕となし、休戦を豪となす本意は、宿坊を途言と欲するのたじなし。頼むところは他にあらず、ひとえに貴殿の広大のご慈悲を仰ぐ。よって年来の祝儀を開き、一期の安寧を得んことをお願い立てません。